DJ のビーズ東京ライブを聞きの皆さん、そして DJ ののビーさん、はじめまして、秋野と申します。えー、私は音楽がとっても大好きでですね、小さな頃から母の車で流れていた中森明菜さんに始まり、最近は洋楽とか、J-POP もそうですが、アニソンなんかもちょくちょく聴くようになりました。で以前、バンクーバーに留学していたことがありまして、 その時期にますます洋楽にのめり込みましたもう。ロックやポップス、ヒップホップ、オルタナティブ、R&B とか、もうすごく詳しいかと言われると、そうは言い切れないんですが、でもどんなジャンルの音楽でも大好きです。でこの DJ のビーズ東京ライブでいろんなアーティストの方に出会えたらいいなと思っています。よろしくお願いします。 さあそして d j のビーズ東京ライブを聞いてみての感想ということなんですけれどもあの本当にこういろんなジャンルのアーティストの方をゲストに迎えてお話しされていてこうもちろん d j のビー b さんもそしてアシスタントの方もこうリスナーの皆さんと一緒にこう新たな出会いの きっかけ新たな音楽との出会いのきっかけになるとってもいい番組だなというふうに思いました特にあの私は地元が熊本県ででしてこんなおしゃれな番組は聞いたことがないので <laughs> すごく素敵ないい番組だなというふうに感じましたこう柔らかい雰囲気が誰にとっても聞きやすくていいなというふうに思いました とそしてアシスタントとしてどんなことを番組で聞いてみたいですかということなんですけれどもせっかくいろんなアーティストの方がゲストでいらっしゃるのでこうアーティストの皆さんがどんなスタイルで曲を作られているのかだったりどんな時にアアイディアが降りててくるのかとかととそういういいいことを聞いてみたいですと個人的に私はあのシャワーを浴びている時とか普通に道を歩いている時とかに 急にふとあいいかもって思うようなことを思いついたりするんですが大体そういう時ってメモをしっかり取ることができなくて忘れちゃうっていうことがあるのでこうアーティストの皆さんはどんな感じで思いついたりどうやってそれをこう作曲とかで形にしたりされているのかなというふうに聞いてみたいなと思いますそれから、えー ゲストのアーティストの皆さんのバックグラウンドも聞いてみたいですね。どんな曲を聴いて育ったのかと、影響を受けた人はいますかとか、そういうことを聞いてみたいです。いろんなアーティストの方がせっかくいらっしゃるので、リスナーの皆さんと一緒にもっともっと新たな扉を開いていけたらいいなと思います。以上、秋野でございました。よろしくお願いします。 皆さん、こんにちは。DJ のビーズ東京ライブ。第3回、のビーさんのアシスタントオーディションにエントリーさせていただきます、ようこと申します。私は今、都内で会社員をしておりまして、コロナ禍前までは海外に数年間住んでおりました。そしてそしてその前までは、地方 FM 局でのラジオパーソナリティやイベント MC など声の仕事をしていて、今もたまにナレーターとしてフリーで活動中です。 これまでいろんな仕事をしてきたんですが、ラジオに関わることができた時間は自分にとって本当に特別なかけがえのないものだったなと思っています。ノビーさんのこの番組を聞きながらも改めて感じますけれども、声で伝える臨場感、ゲストさんとの掛け合い、リスナーさんとの距離の近さみたいな、唯一無二のラジオの魅力ってありますよね。ですので今回応募させていただいただけでも本当に嬉しくて、 機会をくださった番組の皆さんに感謝の気持ちででいいっぱいですさて話題は少し変わりまして自分自身と音楽の関わりについて少しお話しさせていただきますとこれまで直接音楽を奏でるような特別な経験はないのですがかれこれ20年ほどダンサーとしての経歴がありましてビートや歌声など音楽を体を通じてステージなどでも表現してきました。 なので R&B やポップ、あとヨガのインストラクターもしていたのでヒーリングミュージックだったりはたまたジャズ、ロックなど結構オールジャンルに触れています。やっぱり音楽は私たちの日々の生活や人生に欠かすことのできない存在ですよね。なので音楽、アーティストの方々にフォーカスして魅力を存分に味わうことができるこの DJ の Beats 東京ライブは とっても貴重で素敵な番組だと感じます。あの、ノビーさんってスッと相手の心に入ってその人の魅力を自然に引き出してくださいますし、また変化に富んだトークに引き込まれますよね。そしてその空間の中でいつの間にか自分も不思議と皆さんとお近づきになれたような親近感が湧いてくるという。 アーーティストさんのの素顔と音楽に迫る TJ ビーズ東京ライブ本当に素敵な番組です。ということで魅力を語り出すと尽きないのですがもしも私がノビーさんのアシスタントを務めさせていただけた暁にはというまあそんな夢のような瞬間がやってきた時やってみたいなと感じたことを2つお話しします。1つ目は アーティストさんの素顔に迫る小さなコーナーをやってみたいなぁと。例えば、実は私〇〇です。私を構成する3つのもの、日々のルーティーンなど、ギャップを発見したり、これがこの人の音楽につながっているんだなぁというふうに、ゲストさんの素顔にフォーカスする小さな企画ができたらななんて感じました。もう一つは、ノビーさんとの編集後期と言いますか、 <laughs> あの収録を終えての裏話など僭越ながら2人でつぶやくことができたら夢のようです。私は声の仕事の経歴があるとはいえノビーさんやスタッフの皆さんから学ばせていただくことばかりとまっさらな気持ちで臨みたいと思っています。ということで長いようであっという間の4分間私の拙い独り言にここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。 のびーさんスタッフの皆さんリスナーさんにもしまたお耳にかかることができたら大変嬉しいです DJ のビーズ東京ライブ第三回のびーさんのアシスタントオーディションエントリーここまでは陽子がお話しさせていただきましたありがとうございますこんにちは私は井上莉香と申しますこの度は DJ のビーズ東京ライブのオーディション課題音声を聞いていただきまして ありがとうございます。実はオーディション自体が人生初ということでとっても緊張しています。頑張ってお話ししたいなぁと思っております。まず私の自己紹介をさせていただきます。私はメンタルコーチというお仕事をしています。お客様は会社員や起業家の方がメインですが、叶えたい夢、 目標がある人であればどんな方もお客様になるんですね。なのでアーティストの方も大歓迎しております。そんな私ですが20年ほど OL をしておりましたそしてその約20年音楽に関わったことは全くないというど素人ということでもあるんですね。あとは 小学校2年生の男の子のお母さんもしています。夫は激務のサラリーマンです。ということで、ノビーさんのこちらの番組を聞いた感想についてお話をさせていただきます。まずは、10年というご長寿番組ということで、継続というと2ヶ月3ヶ月続けるというのも本当に難しいことなのですが、それを10年も続けられているということは、 並大抵のことではないということで、ノビーさんに対するリスペクトが止められません。また、打ち合わせなしというのがにわかに信じがたい。そういうふうに思うほどアーティストの方との息がぴったり合っているなと思っております。大変聞き心地がいい番組だなと思っています。また、コーチというお仕事柄。 のーさんん。引き出し力には感動が止まりまりせんアーティストさんの魅力だったり意外な一面あとは日常生活まで踏み込んで根掘、ね、り葉掘り聞いてしまうそんなノビーさんが全くいやらしさがなくってむしろ爽やかだなぁと素晴らしいなぁと思って聞かせていただきました個人的には番組最後の「ノビーに聞け」のコーナーが 大好きなんですね何でも聞くことができてノビーさんに回答拒否権がないという大胆なコーナーこのコーナーでアーティストの方どんなご質問されるのかなというのも気になってましたしノビーさんはどのようなご回答されるのかなというのも目が離せませんでしたいつもお仕事の時にこちらの番組聞かせていただいているのですが このコーナーだけは聞き逃したくないからと席を立つときはいつも一時停止をしてまでこのコーナーを聞いておりました。また、アーティストの方、もしかすると話すのがあまりお得意ではないという方もいらっしゃると思うのですが、皆さんそれぞれ飾らないそのままが出せていて、それもまた親近感が持てていいなと思いました。 特に音楽が好きという信念があって決して楽な道のりではないと思うのですが不安とか恐怖を抱えながらもチャレンジされているという姿にお話を聞いていてとても刺激を受けました私もお仕事頑張ろうと思いました最後になりますが私自身全く音楽には関わってきませんでしたが逆にそこを逆手にとって 突飛な発想、突飛な質問でこちらの番組を盛り上げることができるのではないかと考えて応募させていただきました。どこまで残れるかわからないのですが、頑張ってお話をしていきたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしくお願いいたします。DJ のビーズ東京ライブ アシスタントオーディションボリューム3挑戦させていただきます。広末りさです。イベントやパーティーなどでの MC、ナレーター、音声配信メディアボイシーの毎日新聞ニュース土曜日担当パーソナリティとして活動しています。実家は愛媛県でみかん農家を営んでおりまして、自家製のマーマレードをはじめジャム作りが趣味です。 もともと IT 企業で会社員として4年ほど勤めた後カナダのバンクーバーに1年間留学をして帰国後にフリーアナウンサーとして活動をし始めてからはや5年目自分の活動の幅をもっと広げたいと思っていたところにこのオーディションを知りずっとラジオに携わりたいと思っていたこととノビーさんといつか一緒に仕事がしたいと思っていたことから応募させていただきました。 改めて DJ のビーズ東京ライブの放送を過去まで遡って聞かせていただきました。ノビーさんとゲストさんとのトークはいい意味で肩の力が抜けていて、ノビーさんもゲストさんも、またアシスタントの方も自然体でお互いにフラットに向き合っているなぁという印象です。だからこそゲストさんの本音の話であったり、音楽とは全然関係なさそうな話であったりと、 ゲストさんのパーソナルがどんどん引き出されていくのかなと思います。そうしてゲストさんの人間性を知った上で音楽を聴くと、よりそのアーティストさんに興味が湧くと思いました。アシスタントに求められるのは、ちょうど良い頃合いで適度な高さのトスを上げることかなと思っています。そのトスを上げるためには、しっかり周りを見て、どんなトスを上げると会話が広がるかな ゲストさんが楽しい気持ちでトークに臨めるかなということを瞬時に判断することが必要だと考えています。とはいえ、最初からそんな上手なトスを上げられるとは思っていないのですが、どんなに下手でもきっとノビーさんが受け止めてくれると信じて、いろんな角度から挑戦してみたいと思います。いずれは自分がメインのパーソナリティとしてラジオ番組を持ちたい。 その夢に近づく一歩として、ノビーさんのもとで学ばせていただきたいです。アシスタントとしてやってみたいことについて、リサのハートウォッチング心理テストコーナーということで、私が心理テストを出題してゲストさんに答えてもらい、心の中を覗き見しちゃおうというコーナーです。心理テストって、 答えが全く予想がつかないドキドキ感があるからこそ、リスナーの皆さんも一緒に楽しめるんじゃないかなと思っています。私は小学生の時、転校生だったのですが、心理テストを通して友達が増えて、いわば友達作りのきっかけになってくれました。初対面のゲストさんと距離を縮めるために、この心理テストの力を借りて、ゲストさんの本音や意外な一面に迫っていきたいと思っています。 私が音声の配信をする上で大事にしているのは、コメントや SNS で反応をくださるリスナーさんを思い浮かべて、その人と対話をするように話すということです。DJ のビーズ東京ライブには、すでにたくさんのファンの方がいらっしゃると思います。そのファンの皆さんのことを知って、ご意見をいただきながら、一緒に番組を作っていけたらと思います。ここまで。 聞いてくださりありがとうございます応援どうぞよろしくお願いします広瀬理沙がお送りしました